こんにちは、マサン6494です。今回は新型コロナウイルスに感染した東京都内の30代女性が自宅で療養中に自殺したことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2021年の1月22日、新型コロナウイルスに感染した東京都内の30代女性が自宅で療養中に自殺したことが分かったということで、女性は夫と娘の3人暮らしで娘に移してしまったのではないかと思い悩む内容のメモが発見されたということで、関係者によると女性は感染が判明したものの無症状だったという、自宅で療養していたということです。でですね、客観的な意見としては、たとえ娘さんに移してしまっていたからって、若かったり小さければそんなに危険ではないはずなのに、30代のお子さんがまだ小さい可能性がありますよね。お母さんは無症状とのことなので、外出はできなくとも自宅で普通に生活はできていたと思う、といった意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、多分こういった方がこれから増え続けるのかなとはすごい思いますね。ベッド数も少ないですし、どんどん入院できないで自宅で療養してくださいっていった、そういった感染された方が多くなってくると思います。だから、どうした対策しなければならないかといったら、ちょっと思ったのが、マンションとかアパート今あって、緊急事態宣言出ていて、そんなに出歩かないでくださいと言ったことなので、ちょっと前にやってましたよね。マンションとかを、そこを病室代わりにして、感染者を、に入っていてもらうといった形がベストなんじゃないかなとはすごい思いますね。そこを国が負担してもらってって言った、そういった形が一番いいんじゃないかなとはすごい思います。すごく、この女性の方も、夫の方も、娘さんもすごい無念だっただろうなと、すごい思います。なんかな。こういう話っていうか、結構、病院に勤めてるので聞くんで、すごく嫌だなって思います。これから、徐々に、すぐにではなくても徐々に、ある程度、確立して良くなっていけるように、医療従事者としては、努力していきたいかなと思います。はい。ということで、今回は新型コロナウイルスに感染した東京都内の30代女性が自宅で療養中に自殺したことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。